ルティメット版アップレイ。あ、はい、ペースあり、ナビの試合のために使ってるんですが、皆さんいかがですか。本日誕生日の兄弟のためにいただきます。バグテロンマス、勝ち、お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い1年になることを心より願っております。はい、改めましてどうもマグネでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。実は、今日もですね、マルチのサーバー構築のためにああだこうだやっていたら何もできておりません。昨日のまんまでございます。ですね、まあ、その辺に関しては後ほどね、またちょっと愚痴ついでにちょっと皆さんに聞いてもらいたいんですけどもね。まあとにかくややこしいわけ、もう大変なのよね。まあなんとか頑張りたいと思います。カメミー、こちらね、マグクラで好きなモニュメントは一体何でしょう。 iPhone 像が圧倒的に1位でございますね。今ちょうど右側に見えております、あの iPhone 像でかいよね、あれiPhone なんだよ、ちゃんとほらボタンもついてるしね。実はですね、この iPhone 像作ってくださった方っていうのが実はね、兄弟の中にいて、最近ずっとコメント欄にもいなくて、まあ、ツイッターとかでもやり取りしてたんだけど、ツイッターでも見なかったんだけども、最近コメント欄に久々に登場してくださったんですよね。昨日の動画じゃないかな、おとついの動画かなのコメント欄にいらっしゃいました。てか今日は本当にサーバーに時間かけていて、あのコメント欄見れてないんだけどね。まあ、とにかく、最近登場されたので、また、何らかの形でご紹介したいと思います。そして2位がクロちゃんで、他にもまあいろいろあったけれども、たこ焼きもう存在すら知らない方がいるんじゃない。たこ焼きあるんだよ、あそこのほら右側ご覧ください、あのスケルトンの顔の隣になるあれたこ焼きでございますから。で次は、よく食べるもの、肉、ポテト、パン、人参、まあなんか適当に私5つ選抜して、並べておきますので、皆様のねご意見ぜひお聞かせください。個人的理由、自分が楽しみたいがためにみんなのコメントを見れてないの、自分の不甲斐なさをちょっと反省しつつ、ちゃんとしっかり全部後ほど見たいと思ってるのでね、どうぞよろしくお願いいたします。手直しを行いたいと思います。今日の動画ですね、マルチの内容となってしまうかもしれませんけれどもですね、まあとにかくね楽しいのよ、すごく楽しいんだけど、ほっ、まあカクカクなんだよね。それをね直すためにまあいろいろやってるんだけど、まあとりあえずですね、倉庫の方に戻りまして、ちょっとね手直しちょっと行きたいと思います。それではこちらでございます。で埋めた方が見た目的にはいいよということでですね、ちょっとそちらの方に、行きたいと思います。はい、到着いたしました。やっぱりね、埋めなくてもいいよという声よりも埋めた方がいいという声の方が圧倒的に多かったので、こちらの方を今からねサク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 といい感じに埋めていきたいと思います。もう何事もなかったかのようにねしたいと思いますのでね、しばらくお待ちください。うふー、とりあえず埋め立ていい感じになったと思うんだけどね、あとはこれがあの、ちゃんと草ブロックになってくれればね、結構自然な感じになると思うので、はい、ありがとうございます。かけるしどこや、かけるしどこや、はい、あ 上です。あ、ほんまやほんまや、どうもTT のあの仕分けに流れるやつの回収作業を今かけるしがやってくれてます。ありがとうございます。メサ発展とか言いながらこんなことをやらせてる私はなかなかの強者ですね。はい。フェンスあります。フェンスじゃなかったかな。ここじゃない。間違えた。何個ぐらい ?15 個ぐらいですか。15個ぐらい。原木持っててよかった。よいしょ。お、さすが。15個やんね。あ、もうここの、はい。なんだ、鶏肉と羽取っちゃいますか。じゃあかけるし、メサ行ってくるね。いってらっしゃい。ダスダス。今日はですね、かけるしともう一方いらっしゃってるんで、メサでね、作業されてるので、今から向かいまーす。あ、焼き鳥よ。なんか扉ついてる。ここから、あ、すげえ、めっちゃ綺麗に掘り抜かれとる。部屋ができるという。お前、はい。おお、すげえ、なんか立ってる。今、メサにやってきましたが、マサトさんが何やら立てていらっしゃるので、チェックしに行きましょうか。そうよ、何作ってるか分かるかな。分かれへん。もしかしてこの形ってゴみたいに見えるやん。何やろ何やろ、お楽しみということで。オッケー、そこは聞かないでおきます。ふふー、あ、はしご、はしご、あ、ああもう一回上がります
これがないと登れなかったのよ。上に。まだ掘削途中だったんだ。あ、この高速ドアのところ、今、あ、そっかそっか。材料を取るのと兼ねて、掘りに行ってたんですね。黄色のあれがいるんで。あれ何マスでしたっけ、高速ドア。横幅22、縦12、奥行き4。奥行き4。あ、奥行きは全然、今ので大丈夫か。縦ってこれ下に掘った方がいいんかな、上に掘らなかんのかな。首が折れてるよ。おら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 。首が折れてるよ。これ層になってて面白いね。やっぱりメザってすごいな。あ、いや、ちょっと、メザーいるんですけど。メザーを、ね、メザーにおるけど。重たい、重たい。いや、ソウルサンドが欲しいんですけど。あ、なるほど。まあ、降りていこうかなと思ったけど。床抜けてるし、はしごねえしって感じで。そうそうそう。降りることもできないっていう。うん、そう、かなり危険ですよ、そこは。今、行けなくも、ね、一応、気置いてるからね、かけるし。はしごは作れなくはない。だから、はしごだけ作って、あとはもう、命をかけてチャレンジしてくれたら。ああ、そこら辺にエリトラが。そう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 。洞窟は下に。あ、洞窟登場ですか。あ、昨日のとこや。シーランタンが見える。そんなじゃあ近いんやね。屋根じゃないな。屋根。誰も反応せへんか。あ、屋根じゃねえ。屋根。って言うたん。屋根、ちょっと。屋根。ほんと屋根。夜や。夜？夜？全然中おるか分からへんね。それではマグネーさん、はいはいはい、花火について。あ、そうですね、皆さん、今日かけるしからですね、今から今度500回ですね、500回に予定している大花火についてちょっとね、進捗情報があるそうなのでお聞きください。僕もあれ夏休み終わっちゃ、もうほとんどマイクラもできないぐらい忙しくなると思うんで。終わるとね。夏休み中に、うんうんうん、装置の方はもう9割以上完成させました。おぉ、あざす。装填数とディスペンサーの数をちょっと、最近ちょっと出したんですが、はいはいはい。まあ、コメントでも、5000発以上と言って、まあ、以上と言って、正確な数値は出さなかったんですね。とりあえず5000、とりあえず5000発超えちゃえばいいやって思って。変に装填数を決めちゃうと演出にもちょっと制限が来るんで。あ、なるほど、なるほど。もう自分のつけたい演出をつけて、で、5000発以上であればいいかなと思って作ったら、装填数が6871発になりました。で、ディスペンサーの数が、203個。僕も新しく、もう多分誰も作ってないんじゃないかっていう回路を自作で作ったんですね。回路、花火大会のために。二つほど、まあ、自分で考えて作ったんですけど、一、うんうん、つが、クロック回路の自動変動装置。うん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 、あれだけの数打つとなると、うん、まあそれだけディスペンサーもいりますし、うんうんうん、しかも演出によって、まあクロック数、うん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 、クロックが違う、回路もそれぞれに用意しなきゃいけなくなって、まあコンプトにしたいですし。あ、ちょっと、回路で。ちょっと待って待って、今ホイールさんからちょっと連絡来た。はい、ホイールさんも今日参加予定だったんですが、今、ちょっとだいぶ経ってからですけれども、ちょっと連絡が、あ、来た来た来た、いけたみたいな。はい。かけるしごめん。あ、クロック回路を一つ、一、うんうん、つのクロック回路で、二種類の、うん、まあ、レッドストーンのオンオフの入力で、二つ種類の、うん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 、まあ、クロック数に設定できるクロック回路を開発したっていう。ええ普通にマグニーさんクロック回路作ると、うん、もうね、レッドストーン入力したらもう普通に一定数しかなんないじゃないですか。あ、そうですね。もうカチ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 と。僕のあれ開発したクロック回路は、うんうん、まあ別方向からまた違った入力をすると、うんうんうん、もうさっきカチカチカチだったのがカチカチカチっていう。リズムを変えられると。勝手に、うん、はい、変動できる。回路を作るんです。メッサ便利じゃないですか。メッサだけに。もう一つが、
こっちはまあ頑張ったんですけど、さっきも言った通り花火の装填数があれなんで、まあ、ディスペンサーの数も本当だったら203個なんかじゃ収まんないんですね。そのディスペンサーを節約するのに、開発したのがホッパーによる自動装填装置。まあつまり一つのディスペンサーで3つとか2つの、なるほど、質ができる。そういうことか。だいたい、あれですもんね、一つのディスペンサーが一つのこう、の花火の打ち上げのために使われてたけど、一回中身がなくなってしまったら、もうそのディスペンサーっていうのはその花火の中では役目を果たさなくなってたけれども、その一つのディスペンサーで、また2発目じゃないけれども、はい、2巡目をやるみたいなことですか。はい、そういう感じですね。ああ、それをホッパーを使って、そのシステムを構築したってことですかね。また違った花火を、他が打ち上がってる間に。すっげえ。いや、ホイールさんいらっしゃいました。こんにちは。今、かけるしの花火のお話をしてました。まあ、それなりにクリエイティブでしか使えないような、そういうレアアイテムも、まあ、いっぱい組み込んであるんで、もうコマンドも一応使えるんでね。わかりました、はい。今回だからもうクリエイティブでしか作れない、コマンドを駆使した、かけるしオリジナルのナイスな、大花火を、500回にお見せできるということですね。450回の時に配布してくださいっていう声や、あ、うん、まあ、解説してくださいっていう声があって、うんうんうん、それで450回目の花火と500回目の花火配布するんで。あ、マジっすか。やった。なので、まあ、アグニーさんが概要欄に載せてくれる。あ、わかりました。その URL 載せるようにします。まあ、そんな感じです。素晴らしい。なるほど。じゃあ、450回にやった大花火の機構と、今回500回で、皆様には、初お目見えする、花火が打てるワールドを配布するということですね。はい。わかりました。ありがとうございます。すげえ、すげえ、すげえ。みんな、PC さえあればなんとか、見れると思います。一応、この間、僕450回でやった時、マイクラ落ちましたけど、あれはマグタウンでやったからで、マグタウンじゃなく、普通のサバイバルじゃない、普通のサバイバルじゃおかしいな、普通のそのクリエイティブのワールドでやった時は、もう全然、落ちなかったので、皆さんもぜひ試してみてください。どうなんですか？違うでしょ？ちゃうよ、ちゃうよ。うわ、穴開いてる。この穴なんやろ？これホイール35丸さんかな？ホイールさんのやっぱり家に繋がった。すげえ。お兄さんできました。あ、完成、改良終わりました。素晴らしいですな。じゃあちょっとお伺いしましょうかね。はい、やってきたよ。かけるしがさあ作業してくれた。お、すごい。なんかいつもの待機場所のところからです。仕分け機の水流をダダン、おー、動かしますんで。おー、こうなってんのか。あ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。あ、あ、通ってた、通ってた。はい。めちゃめちゃ早い。すげえ。もうレースみたい。てれ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 。めちゃくちゃ早いんですね、氷って。はい。早いです。早ー。ほいで、あら、あ、そっか、ソウルサンドで、ゴミ箱の方に流してると。はい。ゴミ箱、あ、蓋で突っ込まるんで。落ちちゃった。まあ今もう矢とかそういうのは全部もういっぱいいっぱいなんで、うん、今ゴミ箱行ってるんですけど、まあ他にもちょっと棒とかレッドストーンなどはちゃんと回収されてます、これで。このスピードで。勘違いしてほしくない部分、ちょっと気をつけて、はいはい、部分があるんで、はいはい、またちょっと説明の時です。はい、お願いします。ここにチェストありますよね、うん、ある。チェスト何のために置いてあんのかっていう話なんですが、普通のフルブロックより少し小さいんです。なんか、8分の7ブロックぐらい。なるほど。で、普通のフルブロックで流してしまうと、ここそのまま、この氷の端っこを走るだけで、ホッパーに干渉しないんです。すげえ、そのためにチェストを設置してやると、本当水流を走ってるんだけども、ホッパーにも、噛んでるみたいな、干渉できるっていう、超ギリギリなラインを通ってるんですよ。なるほど。これやばい。だこのチェストが肝ですね。で、あと、ここを水流を曲がらせて、ちゃんとチェストにぶつけて、ギリギリのラインを走らせることも重要です。なるほど。やりますな。基本、でっかい、トラップタワーは、うん、まあ、運搬に使うのは、この氷プラス水ですね。
が大体基本。とりあえず今、おうおうおう、サボテンか、びっくりした。くねれ。イリオモ。イリオモ手島？違う違う違う、だからそうだ、屋根のなんかあんねん、そのな、な、何菓子とかいう。イリモや、そう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 。夜が明けねえぜ。かけるし？あ、寝てます。あら、夜が明けねえぜ。お昼さんが遠いからですかね。そっかそっか、走って帰ってんのか。そうですって。こっちにもベッドないかな。ニワトリ多いな。なんでだろう。絶対かけるしやから。ちゃう。あー、なんかエンダーマンの音した。おー、生でリエ。エンダーマン初めて見た。どういうことやね。マブシさん。イエス。さっきのトラップタワーの、はい、一番上の水を出し入れする、うん、あの機構なんですけど、うんうんうん、あれやっぱり下で操作してバグらないようにした方が楽ですか？楽、絶対楽です。じゃあちょっと考えてきます。はい、あざーす。なので引きこもります。かけるし、引きこもってる。よっこいしょ。よっこいしょういち。よっこいしょういち。あ、先生来た。あれ、声はない。スカイプにいないもんね、だって。退出したん？あれ。トロッコ暇だ。ねえ、暇よね。ホイール350さんが新しい家を作ろうとして。お、またご本人はいらっしゃらない。元の拠点で荷物でも取りに行ったかな。トロッコで、え、衝突した、衝突した、あ、衝突、衝突、なんか途中に誰も乗ってないトロッコがあって、そのまま行ったらなんかホイール350さんがなんか多分ガラスに挟まったまんま、あ、そう、あ、そういうことか。いやー、お疲れ様です皆様。今日は2日目ということでですね、今日は先生なしで、先生途中一緒に来たけど何のことかちょっと分からへんかったけど、まあ割と楽しくできてるんですが、皆さんいかがですか？まあ気になってたところ、マットラップタワーとか結構なもう手直しできたんで、はい、結構満足です。あざす、うん、なんとか形になりつつあるんで、ね、いい感じの建物、ほら、あれいい感じの子ができてるね。で、途中参加してくださいましたホイールさん、ゴムラさんもあざーす。腰深ひです。はい、俺もなんかまだなんかようわからん道場になってきております。はい、まあではで楽しく、今後もやっていければと思いますので、皆さんまた、ぜひ、参加できるときよろしくお願いします。バイバーイ。じゃあねー、じゃあねー、バイバーイ。あとーランチすやん。あ、そういえば昨日の感じはどうなってる？あ、見て、アシロンが減ってる。あ、なんか持ってた。あ、アシロン見てよ、こっちにいるよ、こっちにいて、こっちのアシロンいなくなってるよ。謎だわ。アシロンがまた一体に戻った事件でございました。じゃあ行きます。エルトーん、あちゃー、行った、ありがとうございます。やってまいりました。よっこいしょ。マグクラ兄弟の幸せを祈願いたしまして、チャリン、あんまぐろでーみょーっちマルチばっかでごめんね。あ、焼き鳥。はい、というわけでですね、愚痴聞いてよ、大変だったのよこれ、収録外でマイクラやりたいのに、マイクラをするための環境構築にマイクラをやりたい時間を取られてるという、この本末転倒な事態でございます。まあサーバーをやろうと思うとそういう苦労があるんだなっていうことを知りましたね。今日もまたこの後ね、収録あるんだけどね、それは自宅のサーバーで、まあだから今までと同じ環境でまたやるしかないんですよ。結局構築できなかったので、新しいサーバーを、その新しいサーバー、まあサーバーっていうのはそのレンタルサーバーとか VPS っていうのと、こう自宅サーバーっていうのとって、まあいろいろとこう種類があって、こうレンタルサーバーっていうのはこうみんなでそこのサーバーを使うから、そこはまあなんていうかな、こう要するにこうあんまり良くないみたいな。でもまあ構築は簡単、よくわかんないよ、詳しくわかんないんだけどね。で VPS っていうのがあるんです。はい、それが結局は一番マイクラの、マルチサーバーには適してるんじゃないかということをね、いろんな Google で、まあいろんな人に聞いたんです。 Google でね、じゃあみんな大体その VPS を使いなさいみたいなこと書いてあるんです。でまあ今回、まあ、VPS ね、いろんなところ調べてどこがいいかな、まあみんながおすすめしているところの中から僕がここがいいんじゃねえかなみたいなところを見つけて、そこと契約して、
まあ、とりあえず、レンタル期間っていうのがあるから、お試し期間っていうのがあるので、そのお試し期間で、まあ、いろいろやってるから、まあ、結局お金かかってないんだけど、で、借りて、アカウント作って、その VPS っていうところにですね、マルチサーバーを構築して、マインクラフトをインストールしてっていうことを、なんか、ね、黒い画面に文字を打つだけの、こう、質素なやつでやったんですよ。で、まあ、マインクラフトを起動して、プレイはできたんですよ。そのサーバーで。でも、このセーブデータを入れることができない。ね。それがやりたかったんですよ。っていうことは、その VPS にこのパソコンからアクセスしないといけないってややこしい話になっちゃってですね、まあいろいろやってみたものの、それが結局できず、せっかく借りたサーバー、まあまあね、無料だったけど、借りたサーバーを今日も使えずじまいで、また自宅のね、サーバーでやるから、カクカク環境でまたやんないといけないということなんですよね。まあとにかく大変だった、愚痴でした。マルチばっかでごめんねと言いつつ、ちょっとマルチをしばらく楽しませていただいてですね、もちろん、ずっといるわけじゃないからね、ちゃんとうちのこのマグタウンも成長させないといけない、日本村もやんないといけないし、その辺はですね、ぜひね、マルチ興味ねえわって方はですね、飛ばしていただいても構いませんけど、はい、よろしくお願いいたします。疲れちゃった、今日何もできなかった。はい、というわけでですね、今日はこの辺りで、終了したいと思います。今日のマルチの方いかがでございましたでしょうか。楽しんでいただけましたか。カズさん呼んでっていう声もね、たくさん聞いてるんですけど、またカズさんちょっとこう声掛けするタイミングとか、あの方もねちょっと神様なので、その辺ちょっと気を使いつつちょっとやっていこうと思ってるので、どうぞよろしくお願いいたします。師匠いつでも来てね、一応声をかけとこう、ここで。はい、というわけでですね、また次の動画でお会いしましょう。クロちゃん、この辺に行って釣りますは止まらないよ。最後までご覧いただきましてありがとうございます。